本番いきます。よーい、声の OK、 音 OK、 役者 OK、 よーさ、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。早速ですが、一般的なイヤホンのデメリット、長時間使用すると耳が痛くなる、不快な耳の群れ、耳を塞ぐために外の音が聞こえずしまう、そういった不安を解消するために骨伝導イヤホン、振動や圧迫感が苦手、はい、そんな方におすすめが今回のオープンイヤーヘッドホンです。利点としては周囲の音を逃さず聞くことができる点、どんな耳の形でもフィットすることができる点、なので使用中に落下することもございません。では早速商品見ていきたいと思います。こちらでございます。オープンイヤーヘッドホン YYK928、 早速開けていきます。こちら裏、表面、高級感が漂いますね。オープン、おお。こちら取説、お、長い長い長い。表面が日本語、そして USB と Type-C の電源ケーブル、そしてこちらが本体でございます。 75g、 9g、合わせて 19g。 ここで充電をします。オープン、おお、このいい感じの黒光り、いいですね。今回紹介しますのは従来のワイヤレスイヤホン、骨伝導イヤホンとは異なるオープンイヤー型遠隔式イヤホンです。この製品を使うことで音楽再生と外の環境音を同時に意識することができます。耳にしっかりフィットするように開発されたメモリーシリコンイヤフックを採用、同じに人間工学、あらゆる耳の形状に柔軟に対応、長時間使用でも少ない不快感、装着していることさえ忘れてしまうかもしれません。本体はわずか 9g の軽量ボディ、オープンこちらでございます。軽っ、はい、長時間の装着でも疲労感を感じず耳の負担を軽減してくれます。付け方、イヤーフックを耳の後ろに固定、とりあえず引っ掛けます。本体を回転させてイヤーフックを装着、ここですね。めちゃくちゃ簡単です。こっちもつけますね。まずは引っ掛ける、そしてこうですね。これで終わりです。こちら操作は指紋タッチ、指でタッチパッドを操作、電話の受け、切り、音楽の再生、停止、音量調整を直感的にできます。ちなみにペアリングは1回だけ、あとはすぐ自動接続できます。1日ずつ使います。イヤホン単体では最長10時間まで使用できます。こちらの充電ケースでの充電を続けると最長40時間利用することができます。頻繁な充電はしなくても済みますね。ありがたい。充電は約 1.5 時間で満充電、再生時間は4、5時間、そしてわずか15分で1時間再生することもできます。ちなみに満充電での待機時間は83時間ぐらい。最先端の Bluetooth 5.3 に対応。 5.3 は電量を低減でき、音遅延の減少、従来と比べて通信速度が2倍、通信範囲は4倍、通信容量は8倍とアップグレードしております。本体は防寒防水に対応しております。運動中の汗だけではなく強みの雨に耐えても故障しづらい設計です。 16.2mm のスピーカー、デュアルチャンバーオーディオドライバーを搭載、低音とクリアなステレオサウンドにより音楽に浸ることができます。内蔵されたデュアルビームマイクは自身の声をターゲットにし、一部のノイズをフィルタリング、 Bluetooth ヘッドホンを外さず通話中の各単語をキャプチャしてクリアな会話することができます。はい、というわけでですね、ここからですね、音を見ていきたいと思います。接続は、ね、Bluetooth でございます。お、来ました、これですね。接続していきます。メガネがある方でも全然つけれますね。音漏れでで超近づけてみますね、マイクに。はい、まず聞いた感触としては全然いいと思います。ただですね、これだけ聞いてると別のものも接続してやってみたいと思います。安いイヤホン、コードがくっつくのが嫌だね。結構いいぞ、素早く、あ、もうすぐピポパポパってもう接続しますね。で、わかりました。オープンイヤー型としてはこうやって耳に差し込むとやっぱり音がもう直でくるので、やっぱこっちと比べると正直なところ安い方が聞こえがいいです。ですが、耳が開放できる、外の音も聞こえるっていう点ではこれがめちゃくちゃいいですね。そうですね、こういうやっぱ密封型と比べますと低音が少なくて結構高い感じ、抜け感があって乾いた感じの音になります。あとはで、タッチ系いこうか。ここに指が当たるとこのタッチクリック1回という、再生停止2回2、3、4、あ、でも動くか、コツがあるな、ここだ。はい、
すごいシビアなんですけども、慣れたらうまくいきました。なので気持ちいいタッチもできるよっていう感じで、まあ、操作はスマホでやった方がいいかと思います。いかがだったでしょうか。ちなみに本体からは日本語のガイダンスが流れます。老若男女使いやすい仕様、本製品は1年仕様もついております。商品に興味がある方はぜひこちら動画概要欄をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。意識することをできます。意識することが装着、老若男女使いやすい。いや大丈夫だと思う。